内枠の3艇ホームストレッチ側へと移ります。初日ドリームの大敗から今日の前半2着と挽回してきました1番の片岡の陰線となります。前半6コースで出番なく終わった2番の長島2コース、今日ここ1走は3番の貝原3コースから、4番の貞松が4コースの稼働位置、こちらも今日の前半戦では6コースでいいところなく終わりました。初日は2着競り勝った5番の吉川5コース、そして連勝スタート6番の新海シルトを上げての6コースになります。スタートまでは10秒を切りました。向かい風やや強めの状態で進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢はスタートを届きませんでした。3番の貝原トップスタート、1コース飛び返して1番の片岡逃げる。さあ外から仕掛けるのは5番の吉川、真ん中ついては3番の貝原、ちょっと流れてしまった1番の片岡で内からかました。3番貝原がここで差し切りました。一定進歩のリードを取ります。スタートは前提正常でした。さあその後ろ内から6番の新海伸びてきました。2番から外を回った2人、1番の片岡と5番の吉川、この2人かわす新海届きません。現在4番目、レースはこれから2周目。先頭3番貝原が3点進リードを取ります。1番片岡2番目、そして5番の吉川の後ろ、内からじわじわと差を詰めてきた6番の新海で2周の1番目。ここでは5番の吉川かわす届きませんでした。6番の新海4番。第11レース3コースから見事な幕切り差しを決めた貝原優希選手の登場です。大きな拍手を持ってお迎えください。もうスター、いやすごいお客さんですね。いやこうやってタオルも持って応援してくださってます。いかがですか。いやめちゃめちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。いやー、貝原選手スタート攻めましたね。そうですね、対岸からお客さんが貝原行けよってずっと言ってたんで、もう迎え吹いた瞬間もう行く気満々で、はい、行けました、はい、ありがとうございます。ではその行く気満々だったスタートから見ていきましょう、はい、スリット写真見る感じ03ぐらい。そうですね、まあ、ここのためにちょっと撮ってたんでスタートは。なるほど。しっかり行こうと思って行きました。じゃあここでその殿下の宝刀を抜いたそのスタートから1マーク、まあ、片岡選手の動きを見ながら。そうですね、やっぱりエース行った分優勢には運べたんで、はい、よかったかなと思います。1号艇の引き波を超える感じもどうですか。悪くないですか。まあそうですね、思ったよりは刺さってたなと思いましたね、はい、でこの中間地点から2マークまで伸びどうですか。まあまあ平凡なんですけど伸びとかは、はい、まあ、そこは弾力で、うん、いやまあギリギリのとこですかね、これは足的には。はい、前傾から作業としてはどのあたりをされてきましたか。もうペラだけやってるんですけど、まあ、ちょっと厳しいかなと思いますねこのエンジンは、はい、ということは明日以降、まあ、1号艇も残してますからまだ。そうですね、まあ、そこは気持ちでしっかりカバーしていこうかなと思ってます。はい、貝原選手にとって戸田水面とは。いや本当に僕相性あんまり良くなくて、まあ、走る機会もあんまないんですけど、ぜひ勝ちたいレース場ナンバーワンぐらいなんで、はい、いやレースコースが難しいんで、はい、いやちょっと応援してください、お願いします。さあまだまだこれ予選折り返しということで、はい、やっぱり一本取れたのは大きいんじゃないですか。そうですね、もうここ取らないとあと厳しいなと思ったんで、まあ行く気では行ったんですけど、はい、はい、では明日3日目以降に向けて最後に意気込みを一言お願いいたします。はい、戸田でぜひ活躍したいんで、皆さんのご声援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。貝原選手でした。最後にカメラサインをお願いいたします。すごいお客さんなんですね。私たちが多分想像してるより多いと思います、ね、ステージに立った時に圧倒されるような人数なんでしょうね、はい、その熱い声援が届いて、はい、コンマ03渾身のスタートを行きました。貝原優希選手が1着、2着1号艇片岡正弘選手、3着5号艇の吉川元博選手が入ったレースです。